はい、ナイリグレッド WPT というこのファイルですね。この GPX のファイルを、電子メールでこれに送りました。で、G メールで、ナイリグレッド WPT で、ここにあるんで、これダウンロードします。ダウンロードしました。 OK で、これをファイルズのダウンロードか、この下にこれがあるんで、これを、開始ね。これスーパーチケイで勝手に読み込むようになってるんで、これがルート、で、地上に表示した保存とやると、これが内陸レッド、さっきのちょっと地図、これね、Google 衛星になってるから、これ Google マップにした方が分かりやすいね。そうすると、Google マップの上にこのオルソが乗るという形。さっき Google の衛星してたんで、写真でちょっと紛らわしかったんですが、そうすると、これ内陸レッドというのがあるんで、昨日離陸したのがここなんで、まあ、ここまで、午後から行ってから、これで GPS の、ナビの開始ってやって、ポイントナビで内陸レッドってやると、そこに誘導してくれるということです。長いことかかりましたが、これで現地調査まで行けるような感じになったかな。8時半から始めて11時半、3時間ぐらいで、メタシェイプでの JPEG 分割画像の作成から検出から、現地調査用のカスタム地図の作成まで約3時間でできました。途中試行錯誤したんで、多分、まっすぐ回り道せずに来れば2時間ぐらいで終わるかな。とにかく、まあ、だから昨日の午前中に空撮して、午後からメタシェイプで、今日の午前中にその後処理なんで、まあ1日丸1昨日1日と今日半日で、1日半でデータができて、2日目の午後に現地調査行けるということで、まあ丸2日で空撮から現地調査までできるような感じ。とりあえず、1回目の現地調査は、詳細な現地調査はもう少し時間かかるかもしれません。という感じです。とりあえず、これで終わります。